こんにちは。三足のわらじで働く田中徹です。今回は会社員とシェアハウス運営を両立する男性にお話を聞きに行ってきました。彼は大学卒業後、国内クラウドファンディング会社キャンプファイヤーに就職し、2021年に三島へ移住、結婚と同時にシェアハウスオーナーを始めました。今は、3つのわらじを履いているんですが、1つは、クラウドファンディングの会社員で、もう1つが、このシェアハウスのオーナー、そしてもう1つ、自分でキャリア支援のスタートアップを作っている、そういった3つの状態になっています。研究を始めたのは、今ここにいるシェアハウスを始めたのが3年前、妻と結婚して一緒にシェアハウスを始めようって言ったのがきっかけでした。シェアハウスの事業をやったことで、そこのブランディングであるとか、マーケティングであるとか、またコミュニティマネジメントであるとか、いろんな仕事を体験することになったんですけれども、その体験をしたことによって自分の本業のクラウドファンディングというものに対してもより本質的に向き合えるようになってきている。これが相互に起きているんじゃないかなというふうに考えています。メインの事業があるからこそ、そこでの収入が安定しているからこそチャレンジしていけるってところはすごくあるのかなというふうに思っているので、逆にここが安定しているのであれば、自分が本当にやりたいこと、1万円でも2万円でも、その本当にやりたいことで稼げるようになっていくと、すごく人生が豊かに感じれて、なんかそれが楽しいからどんどん広がっていくっていうことがあるのかなっていうふうに考えています。今僕がやろうとしているのが、学生が企業に対してインターンシップの提案を行うことでインターンシップが成立するっていう、それと作るインターンシップを日本のこれからの当たり前にできないかっていう。楽しみながら自由な働き方を体現する宮迫さん、安定と挑戦のバランスがワークライフ充実の鍵になっているかも。